この秋僕のおすすめしたいアウターを4種類持ってきましたので、そちらをねご紹介していこうかなと思います。オクテットチャンネル。はい、というわけでですね、どうもこんにちは、オクテットメンズファッションチャンネルのムンです。今日はね、秋アウター4選っていう感じで、秋にね、なってきたのでね、アイテムもすごくこう、秋のものが非常に入ってきてはいるので、そういったアイテムをね、使いながら、この秋はね、こんなアイテムがいいんじゃないかなっていうところで、いわゆるまあ、アウター、まあ、トップスっていうものを4種類ですね、持ってきましたので、今日はまあ、それを着ながらご紹介していこうかなという感じでやっていきます。はい。秋のものっていうのはですね、ポイントいくつかあるんですけども、今日持ってきてるものを考えても、全然冬もね、その上から何かとかっていう着方も含めてできるやつも全然ありますし、ものによっては春秋とかがやっぱり適してるなっていうものもあるんですけれども、そのあたりもね加味しながら、あとは自分のスタイルですよね、綺麗なアイテムが好きなのか、もしくはちょっとこうハードな感じを今年は取り入れようかなとか思ってたりとか、最近はちょっとスポーティーな感じもいいかなって思ってる方とかも含めて、スタイル的にも全般ね、網羅できてるのかなっていう4種類持ってきたんで、早速ね、ご紹介していきます。というわけで、まあ、まず早速はね、僕が今着てるこのジャケットです。はい。フィリッポ・デ・ロレンティスの、まあ、ニットジャケットですね。今黒着てるんですけども、まあ、別の色もいくつかあります。うん。最初はね、ニットジャケットっていう風にまあしたかったんですけど、その中でも個人的には今年のこのダブルのフィリッポのジャケットは結構おすすめかなっていう気はしてます。ラルディーニとかと違ってよりイージーな感じですかね。やっぱりこうニット屋さんが作ったニットのジャケットなんで、ニットのアイテム感の方が強いって感じ、カーディガン色が強い気がもうめちゃくちゃしてますね。これはディティールとしてはこのパチポケになっていて、6つボタンのねダブルになってるんですけども、ラペルなんかはノッチ、ここ結構珍しいですよね。だいたいダブルって言ったらピークドラペルなんですけど、ノッチになってるって。この辺もちょっとなんかイージーな感じがしますね。で、あとはいい意味でね、ラペルがペラペラっていう感じです。はい。ラルディーニとかだと結構構築的にしっかりジャケットとして作られてるじゃないですか。あそことはやっぱりこう、またちょっとジャンルが変わってくるんですよね。これはまあラペルあるんですけれども、本当にもうカーディガン感覚で着た方がいいアイテムだと思うので、前もね締めずにね、まあ締めてもいいんですけど、このぐらいでなんかこう着流すような感じで着てあげると非常に重宝するかなと思います。これはね冒頭でも伝えた通りなんですが、冬もねやっぱり使えますから、この上からコート、ダウン、何でもいいです。そういったインナーとしての使い方も非常にしやすいアイテムだと思うので、ガチガチのテーラードもいいんですけども、ニットジャケットを持っていた方がやっぱり幅広がると思うので、ぜひぜひねカーディガンとしてもジャケットとしても両方触れる、こんなアイテムがいいかなと思います。秋にねおすすめする理由じゃないんですけれども、やっぱりね秋だと特に朝夜とか寒くもなってきますし、一枚でねいることも自分も含めて非常に多いんですけども、なんか羽織りたいじゃないですか。その時に羽織るアイテムはそろそろやっぱり夏物じゃない方がいいと思うんですよね。そうなってくるとやっぱり素材がまあリネンだったりとか、コットンからまあちょっとウールに変わったりとかね、そういう風になると思うんですけど、厚みどっちかっていうと薄めになっていて、非常にこう着やすいです。半袖一枚の上からこれとかでも僕は全然いいと思うんですけども、本当にそれぐらいの感覚で肌寒い時にちょっと羽織るようなカーディガンの感覚で着てほしいなと思います。はい、ということでね、2着目のアイテムとそのスタイルですね。2着目はですね、こんな感じでスポーティーなアイテムにしたんですけども、タトラスのねシャカシャカ系のブルゾンです。これめちゃくちゃいいんですよ。僕の大好きなねワッシャーナイロンシリーズですね。シワのちょっとクシャッとなった感じ、この生地感、この薄さ、これはもういくつあっても困らない生地じゃないですかね。はい、めちゃくちゃ使えると思います。僕の場合は特にこうちょっとスポーティーなアイテム好きだし、まあそういうスタイルするのが非常に好きだからっていうのはあると思うんですけれども、それを差し引いてもぜひね、なんかこの類のアイテムはね一着は皆さん持っといた方がいいんじゃないかなと思います。本当に使いやすいです。例えばタトラスのねこのブルゾンなんかは見た目は結構スポーティーな雰囲気をしていて、このクシュクシュってなってる感じも相まって、全体的に本当いわゆるラグスポな雰囲気なんですよ。何よりもまず一つ軽いっていうことですね、軽くて結構ペラペラな素材感なんで、いい意味でねあんまりこうあったかいわけでもないんですよね。はい、めちゃくちゃこう防寒性の高いアイテムじゃないんですよ。それがいいんですよね。中途半端なね寒さとか
微妙な物足りなさみたいな時にさって羽織ると様になっちゃうんで、それがめちゃくちゃかっこいいんですよね。でもタトゥアスのタイプなんかもうこのジップのガンメタの雰囲気、あとは一個一個のこのポケットだったりとか、まあ、この辺の仕様とかもめっちゃかっこよく仕上がってます。これ本当におすすめですね。あとはパッカブルとかっていうものではないんですけれども、ほぼパッカブルみたいなもんですね。カバンの中クシュクシュクシュってやって詰め込んで取り出して、ほぼこれなんで、シワっていう部分に関しては何のストレスもなく使えると思います。着こなしなんかは僕はやっぱりセットパンツがね一番多くなるなとは自分では思いつつもですね、こんな感じでちょっとシックなデニムと合わせてみたり、デニムとニットとかとね合わせてみたスタイルとかも全然ハマってると思うんですよね。高級感損なわずに全体の雰囲気整ってるかなと思うので、全然デニムとかでやっちゃっても非常にいいのかなと思います。あとイージー系のスラとかね、ああいう合わせもかっこいいと思います。はい、というわけでね3着目です。3着目はねこんな感じで皆さんにお披露目するのは初ですね。エンメティです。イエーイってね、感じで。エンメティが入荷するっていうのはもう多分伝えてあったと思うので、心待ちにしてた方も非常に多いと思うんですけれども、エンメティの中でもまあめちゃくちゃ定番のユリのヌバックレザーっていうものを使ってます。スウェードとはまたちょっと違う感じですね。細かい話はしませんけれども、簡単に言うとまあスウェードよりももうちょっと毛感がないんですけども、ちょっとこのマットでなんかそれに近い質感のあるような、ほんと微毛ぐらいの雰囲気のレザーっていうのがこれです。はい。表側の本当にツヤっぽいねラムの表側とか結構光沢感あるじゃないですか。ああいう感じも非常にいいんですけれども、これぐらいのなんかマットでちょっとスウェードだったりとかそういったこの質感とも非常によく合いますから、こういう雰囲気もかっこいいです。僕はねやっぱりこうヌバックとかスウェードのアイテムだといい意味でねよりこう落ち着いてなんかこうラグジュアリーな雰囲気、まあ大人っぽさとかは同じライダースでもやっぱり出るので、そういう雰囲気でぜひぜひ着てほしいですね。あとはライダースのそのツヤっぽい感じとかちょっとハードな感じが苦手意識を持ってる方なんかもこっちのレザーにしてもらえると結構エレガントに着こなせるので、それもおすすめです。はい。ライダースが秋のねもう必須ブルゾンっていうのはもうそれは言うまでもないのかなと思ってますね。僕はもう T シャツの上から着たりとかハイゲージのニットの上から着たりとか、とにかくめちゃくちゃ着るし、ライダースってね僕の感覚ではねなんか長いようで結構息短いアイテムなのかなと思うんですよね。本当に真冬は着れなくてですね、僕は寒いなって思って、なんで秋ねひたすらこう着ときますみたいなねとこはあります、うん、あと春かな、うん、ちょうどうちでもねエメティも入荷しましたし、すごくねライダースが今から着たい季節かなと思うので、そこも含めてこういったねライダースジャケット、色とか他の素材とかは詳しいことはまたちょっと別の動画でご紹介しますので、そちら見てもらえたらなと思います。こんな感じで3着目はライダースです。はい、ということでね最後はねちょっとこんな感じでだいぶ新しいアイテムじゃないかなと思ってます。結構ねトレンドの話とかでそれこそうちの林さんとかも言ってたと思うんですけど、イージーなセットアップっていうのが結構流れとしてあるんですよ。その中で、まあ、今回一応アウターっていう縛りでやってるので、アウターとしてはいわゆるシャツアウターですねをお見せしつつも、これが実はセットアップになってるっていうアイテムなので、まあ、そういった非常に珍しいアイテムです。アウタートップスからね話させていただくと、シャツ型なんですけど、まあ、こんな感じでポケットがついてる、まあ、サファリっぽい CPO 的なアイテムになってますね。はい、これはここ数年ありましたよね。やっぱりジャネットだったりとか他のブランドでもポケットのついたサファリシャツっていうのは人気でした。はい、それはそれとしてですね、シャツ自体は生地はねコットンベースです。ちょっと起毛させたタイプでちょっと化繊混ざってるんですけど、このさらっとした感じで、まあ本当に先ほどね紹介した3着と同じように若干肌寒いなとかそういった時に非常に着やすいアイテムです。なんで僕はこのシャツでデニムとかでね合わせたりだったりとか、コットンパンツとかで合わせたりとか、そういう合わせも非常にしやすいと思います。ただこれセットアップっていうねのがまあ本当新しいなと思います。なかなかないですよね。セットアップはこんな感じで今パンツ履いてるんですけど、ちょっとパンツ緩めなんですよ。緩くてもう少しこうテーパードして落ちてる感じです。正直このシャツアウターの方も程よく緩い感じなので、セットでね着ると結構こう雰囲気出ます。ちょっとクリエイティブっぽい感じとかがやっぱり僕はなんか想像しちゃいましたけれどもね、これこう白 T とかだとまさにそんな感じですよね。でも今回はボーダーにしてよりちょっとファッションっぽい雰囲気にしたくてね、こんな感じにしました。はい、これね結構ね楽でいいなと思ってます。はい、楽だけじゃなくて実際にこう合わせて着るとすごくこう着やすいというか、雰囲気がやっぱり完成する感じがあるので、休日にこういうスタイルも非常にかっこいいなと思いますし、大人のねオフっていう感じで非常にいいなと思います。はい、というわけですね、今日はこんな感じで
秋にね使えるアウターを4つということで、このシャツアウターしかり、ライダースしかり、あとニットジャケット、それからこうシャカシャカ系のねブルゾンという感じでご紹介させてもらいました。いずれにしてもですね、若干こう肌寒い時に、まあそれぞれのねこのスタイルに合ったブルゾンだったりとか、まあトップスっていうのをぜひね持ってない方はゲットしてほしいなと思います。はい、今回紹介した4つに関しては全てかなりおすすめのアイテムですので、ぜひぜひですねこの秋のアウターねゲットして、冬まで使えますから、そういった意味でも長くね早めにゲットしておく方がよろしいかなと思います。というわけでですね、こんな感じで僕たちの動画は毎日8時に動画を更新しています。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。あとはですねコメントもぜひ待ってます。お願いします。ということでムンでした。バイバイ。